オオクワガタの、オオクワガタはこの木にどうするの？え？この木に何する？卵を産むんだって。卵を産ませるのに、この木をどうするでしょう？開ける。開けて、どこにあるか。はい、じゃあちょっとやってみよう。ちょっと開かないね。困ってた、はい。この木はダイソーで買った、ジャンボ口木200円。できるだけ芯のねないやつを一応選んだんですけど、でもやっぱ硬そうですね、変わった感じが。はい、じゃあこれをどうしましょう。入れる。はい、その後は持ってくる。はい、水を入れる。はい、どのぐらい入れればいいんですか？どのぐらい入れるんだ？6時間つけるんだね、うん、水はどのぐらい入れるの？満タンまでだね。浮いてきたらどうするの？ほら浮いちゃうから、そして、うん、これを重りを乗せるんだね。パパ持ってたけど、はい、パパの手の上の指をブラブラブラ。はい、これで6時間ぐらいつけるね。だいたい 3時間から6時間ぐらいつけて、しっかり中までね、水が浸透するようにしてください。目安なんで、だいたい6時間あれば間違いなく中まで入っていくと思います。もうちょっとかな？塩ね、つければいいんじゃない？はい。はい、じゃあこれで、6時間ぐらい。安く、だいたい4、5時間で大丈夫だと思いますね。で、4、5時間つけた後どうするんだっけ？今度出して入れる？ん？入れちゃう、すぐ、うん、また、うん、また6時間ぐらい干しとくのね、うん、影で影干しします。この後ね、影干しした後皮を剥いてセットしますね。はい、じゃあそれまでちょっとつけときましょう。はい、で終わり、うん、であと、カブトムシの産卵セットを作ります。はい、ではオオクワガタの、産卵セットの続きです。はい、危ない、ちょっと待って、パパも今教えるからね。まず皮ですね。これは6時間じゃないな、5時間ぐらい加水して、実はそのまま、干したままもう12時間以上経ってます。すいません。でちょこっとだけ今濡らしました。多分大丈夫なんです。基本的には6時間、4時、うん、木にもよるんですけど、このぐらいの太さだと多分5時間ぐらいは多分つけないとダメなのかなと、ね、つけた後、同じぐらい時間ですね、約6時間ぐらい干して陰干しして、それからこう皮を剥きます。はい、こんな感じでですね、皮、こんな感じで、皮を剥きます。ちょっとやり方だけ教えてもね、手切っちゃったりしないのね。はい、はい、お願いします。手切んないでよ、はい、もっとちゃんと持って、危ないんだよ。そう、はい、ガサッ、綺麗に抜けるか、もう少しここ抜け、綺麗に分かってるね。いた、はい、しっかり、はい、したら今度はこうやって、また、うん、こうやってやって、このピンクっていうか、ね、この部分を全部きれいに削いで、ね、平ら、毛をここに粉してるんだね。皮と木の間は粉してるのがあるんで、こういうねオレンジ色のね。でこれは必要ないんで、これもきれいにこう取りますね。では皮は別についたままでもいいんですけど、クワガタが株削るときに削りやすくするために、わざわざこう人の手でですねやってあげるっていうだけで、でこうできればこういう風に黒くなってる部分は、取ってください。結構嫌がるんですよね。ここ
こに産卵することはまだないんで、まあ、できる限りこんな感じで、削いであげてください。これはもうちょっと力いるんで、あのお父さんも、ね、手伝ってあげてください。ノコギリクワガタの場合はですね、オオクワガタは割と硬い木でもガリガリ噛んで穴開けちゃうぐらいなんですけど、ノコギリクワガタはどっちかというと柔らかい木を好むんで、もしかしたら下水をもう少し、8時間とか10時間ぐらいですねしてから、皮を剥いてもうかなり柔らかくしちゃってくださいね。で陰干しでやっぱり今度6時間ぐらい陰干しをして、産卵セットに組みます。で基本的にこの材に産むよりもマットに多分ノコギリクワガタの場合は、産む方が多いんで、まあ一応材を入れとくっていうだけで、どっちかというと多分マットの方に多く産む可能性の方が高いってやつですね、はい、見えてなかった ね、はい、ね。であと、ここに食い打ちっていうかここにこれ椎茸の木、椎茸の栽培する木なんですけど、こう穴があってここに椎茸の菌を打ち込むんですよね。なんでそれもあまり好きじゃないんで、クワガタ君はですね、それもしっかり取ってあげてください。何でパパもう取った？取ってない。これ色はちょっとこういうなんかちょっと先の尖ったもので構わないんで、何これ、うん、これはこうバースプーンみたいなやつだね。これねパパのその辺のスーパーで買ってきたちょうどいい幼虫取るのこれちょうどいいね、大きさはね。でこれ綺麗にできるだけこう取ってあげて、この中の菌を打ち込んだやつには打ち込んだの残ってると嫌がるみたいなんで、必ずこんな感じでこう綺麗に剥いてあげてください、はい、ね、ちょっと硬そうですね。でちなみにカブトムシはまあ割と産卵がしっかりしてくれるんですけど、オオクワガタの場合はですね、まあ難しくはないんですけど、材が気に入らなかったり、あとメスのですね産卵の、スイッチが入らないと産卵しなかったりするんで不発になることもありますので、まあ、その辺はご了承ください。ではセット組みます。まず、ね、ペアリングを済んだオオクワガタをケースから出します。はい、お願いします。先生ここ先生、はい、お願いします。蓋も取って、はい。オクワガタ。はい。オクワガタ、お酢をまず入れてください。ゴール。はい。はい。お酢を戻しました。はい。次メスです。メス探してください。どっち？メス。この中に入ってるでしょ。メス。メスを探して、とりあえずここのケースの中にね。入れて。真ん中にいいんじゃん、それなんか。いないよ。どっかに入れ。ほら。ほら、真ん中にいないよ。いた。いた。掴んで。取って、こっちの中に、はい、入れてください。はい、はい、メスを入れます。入れたよ。入れました。いい、ね、はい、次じゃあ、産卵セットを組みます、ね、まず中のやつは、これね、この扁桃防止剤だけ取って、あとゴミも取って、はい、で小田切の粉砕は、捨ててください。いらないと。いらないの？はい。では次にいいですか？はい。
じゃあマットね、マットを作ります。まずマットを作る前にで、この今ですね、さっき皮を剥いた、小田木のですね、朽木の、このやつは転倒防止剤に使えますから、もしあれだったらこう少し取っといてですね、捨てずにですね、それをね、少し上に乗せたいと思いますね、今回は。じゃあはい、こんな感じで、ね、こんな感じでちょっと取っておきますね。はい、はい、じゃあマットはですね、前回の残りのマットを使います。はい、これを加水しますから、開けてください。あ、まだ開いてる。前回開けてるよ、中に開けちゃってた。全部？うん、虫がいた、ゴキブリみたいのいた、出てきたんだよ、多分出てきた。そこ直ってた。はい、はい、開けた。はい、自分でやる。全部少し残せ。全部残、全部いっていいよ。はい。少しは残さない。はい。今セットするのはあのオオクワガタ用の産卵セットなんで、ノコギリクワガタはですね、これだと多分ダメですね。あのマットがですね、これただの粉砕マットなんで、目が荒いんでですね、ちょっと。卵は多分産まないと思います。産まない、ね。はい。じゃあまずお水入れてください。これ全部。はい、全部入れて。はい。で、マットの硬さはまあこの間と一緒です。握って、ぎゅっと握っ、はい、混ぜて。ぎゅっと握って、手でぎゅっとつぶって、ぎゅっとやって、手でポンってやったらパラッて崩れるぐらいの硬さですね。にしてください。そういう、その混ぜ方だとね、だからこうして、そう、こうするんだよ。はい、こうして、こうして、こうして、そう、こうして、こうして、こうして、握ってポンって、そう、握ってポンって、ちょっと水分多いな。はい、よく混ぜて、下の方にまだね、混ざってないのがあるよ。落ちない、まだね、下の方に混ざってないのがあるんで、こうして、こうして、こうして、ね、はい、で、あの加水しすぎちゃったりとか、加水して、切る時間がちょっと足りないっていう場合は、あのこの時のですね、マットの水分を少なくしてくださいね。あの木から水が出てくるので、あの朽木からですね、水が出てくるんで、少なめにして、そういう場合はですね、少なめに入れて、対応してくださいね。はい、そう、ここでピョンって崩れるね、ポロってね。ここで水、こうやって握って水がこうにじみ出てくるのは水分が多い証拠です。はい、じゃあいいと思いますよ。はい、そしたら、はい、ケースの中に、入れます。はい、これを入れてください。シャベルなく、シャベルどこだ、あそこ、あそこ、はい、そう、手で思いっきり固く詰めて、下約2センチぐらいですね、カチカチに、詰めてくださいね。カチカチといってもやりすぎて、あのケース割らないように気をつけてください。バキッっていっちゃうとね、はい、平らにね、そう、デコボコしないように、できるだけ平らに、ね、詰めてくださいね。もっともっと力入れようか、ね、そう、平らにしようかね、そうですね。はい、端の方もちゃんと詰めてよ。端の方もね。こういう端の方、こういう端の方もこうやってね。そうそう、こうやって指で、こうやって指の先でギュッ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 と。そう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 。はい、詰めてくださいね。はい、でここまで詰めたら、あ、まだちょっと足んないね。この辺1センチだね。はい。はい、入れて。
この辺なんかムラがあるね2センチの部分とか1センチの部分とか、ね、もう少しだはい、はい、ギュ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 ってやって、はい、平らにね、はい、で、はい、じゃあ最後に、ね、口木ホダギ粉砕あ、じゃあホダギの、ハイホダギっていうね、キノコ栽培で使った、使わなくなったですね、木をホダハイホダギっていうのかな、ね、ね、口木っていうふうにこうダイソーでは書いてありますね。はい、はい、そしたらそれね。大丈夫？うん、大丈夫だ。うん、はい、硬い、大きいよ。はい、じゃあ木を真ん中に入れて。木ってどれ？うん、これか。そう、真ん中に横にして入れてください。横にしてね。はい。その時にそうそうそう、あんまりこんな顔をする。はい。で、この時にですね、木がこう動かないように周りを少しですね、残ったやつで埋めてあげます。こんな感じで、はい、全部入れてください。はい。ね。で、人によって違うっていうのは、半分、私はもう木そのまま丸々出しちゃいます。はい、ただ人によっては半分まで埋める人も、木を埋める人もいれば、上まですっぽり埋める人もいるし、ちょこっとだけ頭出す人もいます。それは正直ですね、好みなんで、何でもいいと思います。はい。とりあえず木がしっかり固定されてて、はい、ね、あれば、間違いなく登ってね、勝手にかじって、踏みます。木を買って出すと、かじったのがよく外から見えるんで、はい、ただケースを持ってですね、下から覗いたりとかっていうのはあまりしないでくださいね。そっと、このままですね、そっと約2週間、そっとしときます。はい、で、周りをね、いい、こうやって、ギュ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 って詰めてね、詰めてくださいね、いい、詰めてここそう、指でギュ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 ってそうそう、木がこう動かないように周りをしっかり固めてくださいね。固いな、はい、痛いな、パパこれ痛いでしょ。痛くないよ痛い、はい、こんな感じですね。はい、はい、で、この中に今度は餌を入れて、カブトムクワガタ、クワガタを、クワガタをまだ、はい、持てるようになった、ほら、うん、あ、あちら、え、ちなみになんか眩しくなって、ちょっとこっち映って、はい、いないいないいない、もう逃げてって、柱形、うん、はいはいはい、はい、座って、あっち、はい、じゃあ餌、はい、入れてください。はい、何個、ね、4つぐらい入れてください。ね、4つぐらい、パパ持ってる、それビューって出ちゃうからあれだよ、気をつけて、液体が、言ってる、だから言ってるじゃん、指でやんないの、ビューって見ない、ここでやる、こうやって、こうやって、そう、そしたら100均で売ってるやつ、熱とかでですね、溶けちゃうんで、溶けて水分がいっぱい出ちゃうんでですね、そっから虫が湧いたりとかするんで、あ、うわっ、出てきた、入れて、汁がポロンって、こんな感じ、はい、じゃこんな感じで餌を入れました。で、さっきのですね、ホダギの粉砕した、粉砕じゃねえ、皮を剥いたやつを、はい、適当にね、入れてください。多分このぐらい詰まってれば全然転んで起き上がれなくなるってことはまずないと思うんで、ちょこっとだけでいいと思いますね。はい、あ、もうこれでいいよ、それでおしまい、もういい、あんまり入れすぎると今度ね、中で身動き取れなくなっちゃうからね、はい、そしたら、はい、じゃあメス入れてくださいね、木の上にね、はい、メス投入、はい、はい、投入終わり、はい、そしたら前と同じように、
小映えシートを敷いて、蓋をして、はい、で、2週間ぐらいですね、放置です。で、かじったら、で、前もですね、言ったんですけど、ちょっと今紹介します。はい、前も言ったんですけど、こんな感じでですね、発泡スチロールの容器に、こんな感じで保冷剤ですね、はい、これさっきのオクワガタですね。今もう、ここには、常に昨日やったあのカブトムシですねの、産卵セットが入ってます。で、まあ、ペットボトルの500でもいいんですけど、ちょっと500だと、この容器だと、500だと大きすぎるんですよね。300ぐらいのペットの、やつか、もしくはこのぐらいの大きさの、100均でもこういう売ってるんで、保冷剤ですねをこうタオルとかでこう巻いてですね、上に置いて、これ温度計入れてます。これもあのダイソーで100均で売ってますね。で、こんな感じで、まあ、新聞紙とかでこうやってやると、保冷効果が増しますからね。で、こう蓋をして、これでもう、保冷剤を入れる時だけ開けて、あとは、まず1週間ですね、放置してください、ね、1週間放置っていうのは中を開けたりしないで、保冷剤だけ入れ替えるだけで1週間で、1週間経ったら餌の様子を確認してください。餌がないようだと餌を足してください。特にあのオオクワガタの方はですね、あの餌がないと、自分で産んだ卵、栄養分として、ね、食べちゃうことが多いんで、1週間ぐらい経ってないようだったら足してくださいね。まあ、そんな感じで、やっていきますね。はい、ではこれで、産卵セット、カブトムシのとオオクワガタが終わりました。で、ノコギリクワガタなんですけども、先ほど入れたマットが、カブトムシに使ってたですね、マット、発酵マットですね。はい、これです。このマットを使ってください。で、ただこれもですね、実はカブトムシ用なんですよね。で、オオクワガタは絶対このマットは使っちゃいけません。ノコギリクワガタだと多分これでいけると思います、ですね、これを、先ほど言ったように、まず、だいたい2センチぐらい固めに舌を詰めて、先ほどと同じように今度小だぎを入れて、口切りですね、入れて、このマットで一番上まで埋め尽くしてください。ね、で、ぎゅうぎゅうにこのマット、加水してギュッと潰して、こう水が出てこないぐらいの硬さにギュッとやったやつを、一番上の方までですね、小だぎがかぶさるぐらいまで、マットを固く詰めて入れてください。で、最後に上約2センチぐらいですね、今度軽くマットを敷いて、終わりにですね。で、餌と、転倒防止剤を入れて、同じようにこうやって、小林シートを間に挟むっていう感じですかね。オオクワガタと違うのは、まずマットを違うのに変えてください。オオクワガタの場合は、材産みっていって、木にしか産みません。ノコギリクワガタは木とマットの方と両方産みますので、マットは、こっちの発酵マットですね、はい。で、先ほど言ったノコギリクワガタは、オオクワガタで使ったマットでは多分産まないと思うんで、発酵マットを使ってください。で、ただこれもカブトムシ用なんですね。正直、私もちょっと、今更なんなんですけど、ちょっと保証がちょっとできないんで、まあ、一応、カブトムシと大体同じぐらいですね。第3発酵ですかね、発酵にもちょっといろいろあるんですけど、3次発酵までした、黒いマットにノコギリクワガタは産む率の方が高いんで、まあ、そちらを使用した方がいいかなという感じですね。はい、まあ、そんな形でノコギリクワガタの場合はマットを、発酵マットに変えて、セットすると、はい、で、木を全部埋めてください。ノコギリクワガタですね、木をすべて発酵マットで発酵マット固く詰めて埋めて、最後2センチだけ、うっすらとですね、マットを敷く。で、餌と、転倒防止剤を入れて蓋をして、同じように、2週間ですね、放置してください。はい、わからないことがあったらコメント欄の方に入れてください。説明しますので。はい、まあ、以上で、カブトムシと、オオクワガタのですね、産卵セットは終了です。で、次回はですね、
ちょっともしかしたら途中動画挟むかもしれませんが、まあ、基本的には次は割り出しですね、を行いたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。わからないことがありましたらコメント欄の方にお願いします。はい、お願いします。じゃあチャンネル登録お願いします。さようなら。